駅構内、下新城駅は、大阪府大阪市東淀川区下新城5丁目に、ある、阪急電鉄千里線の駅。駅番号は、HK-88。東淀川区の北側に位置し、水田市に近いため、水田市南部の利用者も多い。2021年現在、高架工事中である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホームは地上にあるが、改札口は北千里側の地下にある。各ホームと改札口を連絡するエスカレーターが設置されている。トイレは、校内の北千里方面、行きホーム側にある。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、 北千里方面が1号線、天下茶屋方面が2号線と表示されている。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は9084人である。近年の1日の乗降、乗車人員数は下表の通り。大阪市バス阪急京都本線 3.3km と阪急千里線 3.8km を高架にして、淡路駅における 京都線と千里線の平面交差を解消し、17カ所の踏切を除去する事業。事業主体は大阪市で2008年9月から工事に着手している。2024年度末に効果切り替え予定。新しい下新城駅の駅舎は3階建てで、駅の構造は2階が、改札やコンコース、3階がホームになる予定。駅は、 北千里駅よりに200メートル程度移設されるほか、南側で東海道新幹線と立体交差をする必要があるため、約25メートルとかなりの高さになる。阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、阪急ワールド全集4、2001年、117ページ。ISBN4 から894850516。ABCDE 幾多摩こと。 阪急京都線、千里線街と駅の一斉紀彩り流車、懐かしい沿線写真で尋ねる、2013年、4から6.62から63ページ。ISBN 978から4から779117268。大阪市と継承大阪府と継年間、大阪府と経年間大阪府と経年間、大阪府と経年間大阪府と経年間、 大阪不統計年間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 大阪年間 大阪府時経年間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 大阪府時経,経年間阪急電鉄京都線千里線連続立体交差事業阪急電鉄京都線千里線連続立体交差事業の事業期間の見直しについて大阪市2015年10月13日閲覧阪急京都線 千里線連続立体交差事業パンフレット P42021 年6月21日、閲覧、ありがとうございます。